おはようございます。衆議院議員の松原議員の代表優秀、今日は大井町高級口から松原議員ご挨拶していきたいと思います。今までの予算委員会の議論法で不足しているのは、いわゆるですね、この出し合わ断念者の抑制というところが議論として十分に言われていないと思っています。安倍総理を含めてこういったですね、足裏の超満員電車ということを経験してないんじゃないかと思うんです。窓には水滴がつき、みんなこうやって肩をぐしゃいしている。おそらくそういったことをですね、安倍総理を含めて閣僚の皆さんはあまり経験してないのかもしれない、まあ、地方にあまりない東京特有の現象ですから、地方の国会議員の方々はあまり知らないかもしれない。しかし一般のイベントや行事を濃厚接触の可能性があるからやめましょうというのである。この超濃厚接触が毎朝起こっている満員電車をどう抑制するかということは、感染を抑制する上で極めて重要であると思っています。私は一昨年の予算委員会において赤羽国土交通大臣に対して、公共交通機関におけるこういった超濃厚接触は国土交通大臣がそれを抑制する立場にあるという観点から質問をいたしました。実は11年前新型インフルエンザの時にですね、この乗客の数を4割減らさなければいけないというデータがある。今回の新型コロナウイルスが新型インフルエンザよりも感染力が強いならば、4割ではなく3割から2割にしなければいけない。私はそのことを赤羽さんに対して質問をいたしました。で、朝の超濃厚接触であるラッシュアワー満員電車を少なくとも3割以下に乗客を抑制するためには、例えば連合、労働組合、産別、経営者側は経団連や日経連や商工会議所、こういったところに話をする。それは経済産業大臣であったり、それは厚生労働大臣であったりするかもしれない。しかしそのことは問題意識を出すのは公共交通機関を統括をしている国土交通大臣ですよということを、私松原議員は予算委員会で言ったわけです。これに対して赤羽国土交通大臣は松原委員の議論を踏まえ、内閣で超濃厚接触である満員電車の解消のために取り組むというニュアンスのことを発言した。誠意ある答弁だったと私は思います。今日の朝のニュースを見ていたら、労使に対して国が働きかけをしている、労使に対して国が働きかけをしているということが報道されます。私のおとといの予算委員会における質問がこのような形で反映されたということは評価しながら、本当はですね、そこに11年前の新型インフルエンザの時のあの4割とか3割とかっていう一つの目標を設定されているのかどうか、さらにこういった問題に関しては今日もですね、質問収集を発出して詰めていきたい。今週が勝負です。質問収集に対する答弁は遅くなるかもしれません。でも質問収集が出された段階でそのことに対しての問題意識を内閣が持つことが重要だと思います。この問題は今厚生労働省の問題ではなく、内閣全体が中心になり取り組んでいかなければ解決できない問題であると思っています。その上で私は153億の当初の新型コロナウイルスの対応予算、あまりにも桁が小さい、まるで一つ違うんじゃないか、1530億の間違いではないか、こんなふうに私は言っておりました。昨日の予算委員会で安倍さんは軌道修正しました。まあ、そのことは正しいでしょう。しかし、初動における認識のミスというのは、これは後で総括をしていかなければいけない、このように思っております。今日は大井町の東急口から、皆様に松原氏の代表の YouTube を送りました。ここに見ますと、こう、伊東横堂が、大井町の伊東横堂がそこにあるんですが、おそらくマスクを買い求めるお客さんがあれだけ並んでいるんですね。すごい人数、伊東横堂の前に並んでいるわけですね。これはやっぱり、そ
そのフリーガルフでマスクの受給体制に関してもマスクをしましょう、この電車に乗るときにエチケットをしましょうと言ってもマスクが売ってない、この薬局に行ってもですね消毒液が売ってない、こういう状況でですね全くもって、日本の国がですね、なんていうか本当に成熟した国家としてこういった新型インフルエンザに対応していると到底言えないわけであります。あの伊豆岡の前にですね並んでいるマスクをおそらく買い求める方々の列を見たとき、我々はですねやっぱり政府はこういったことに関してきちんと対応する、いかなることをやってもワンチームとして対応するべきだということをさらに私は明確に主張していきたいと、このように思っています。